勝ったのが、まあ、もし結構やった方なのか分かんないですけど、理科の大会は初めて来ていただけるのと思いますので、ありがとうございます、本当に。新しい方増えていただけると、マジで嬉しいです。まあ、ということで、レイラオですけど、キャラ差はあっても、豊志郎はもうね、十何年選手なんで、ちょっとキャラ差どうこうって話じゃないと思いますけどね。さあ、バリアつけたが、このめくりで、まず、最初に引っ掛けて、ミスらなければというね、お決まりのコンボを決めてって、まあ、ミスんなければ、まあ、開幕、ジャンビー入ったんで、フルゲージ回数と言いたかったんですけど、まあ、ミスって、まあ、それでも、ラオのターンは続きます。さあ、一旦仕切り直して、こっからレイの立ち回りの強さを生かしたいが、グレープが置いてあって、あれね、あれ強し、ああ、ほんと強いなって、まあ、強いのはまあ前期な、いろんな強さ持ってますけど、まあ、バニキャンしたかったけど、まあ、耐えるかもなくなりましたと、まあ、レイガーからしたらだいぶ、はい、ですね。うわー、さあ、なんか怪しい当たり方して、そのままコンボを決めていって。さあ、ここはおーっとしっかりと無双取られて見えをしてた。さあ、これはうまくいったら倒しきれそうなコンボが入っていきますが、ダブラミスって、さあ、サラダめくりガードできずに、おしを全部取って、さあ、またやしらを勝利。いや、ファミコンレイで MS ラオウで、ファミコンレイ、レイ最近はレイにお熱なのか、なんか結構のじ合いでもあれだし、今日ののじ合いもやったし、あとこの間なんかののじ合いの配信なんかもレイずっと使ってたけど、まあねえっていう、もともとプレイヤー性の高い人なんで、やり込んでコンボが安定したらかなりファミコンさんなんてブイブイ言わせな気がするんですけど、本人曰くコンボがしょっぱいんで勝ってないって言いますけど、裏を返せばコンボが安定したらファミコンレイン無双できるのかと私は思うんですけど、さあ対してメスラオ、エネさんは最近マジでめちゃくちゃうまっすよね、本当にかなりいい勝負なんじゃないでしょうかと思いますけど、毎回対戦出ていただいて、さあジャンパーチがしっかりしていった、このフォワード、しかし最初に無双がないうちに変わってしまえばこっちのもんと、しかしコンボはできないファミコンレイ、これはしょうがない、コンボはその日の体調とかによります。さあジャンビー B からのブーン、そこから優勢、ホッパー2位から禁止でつなげていって、さあダブルいく、あできるできる、浮かせてる、コンボできるじゃないですか。さあやはりダブル昇竜できるとできないじゃだいぶなんか発想能力違いますからね。中とか舞台裏張りのトリブルはなんかレイスタイル、まあまあまあとかだし、僕もやっぱダブル昇竜はなんかだいぶ、まあ、それ慣れの問題なんでしょうけど、慣れるまでには結構時間かかっちゃう、それができるとできないは結構違うかなと。さあここでやっと無双がつけて、こうなってくるとちょっとやっとラオの余裕が出てきたと思ったら、さあこれは再び裏回って、コンボ不安があると言いましたが、できるじゃないですか、できるじゃないですかと決めてって、無双ついた頃にはもうちょっと相手の体勢が万全になっちゃって、防御を消さざるを得なかったって感じのエメスラオですけど、まだまだ落とす可能性はあるんで、落とす可能性はありますけど、落とす可能性の低い、まあ、パーツになったり移行していきまして、
まあ、カウントを使ってもまあなかなか巻くのは難しいな状況なんで、ちょっとまあこれは落とした。意外とあるか。ガオゲージ、あー断固ダメージ高い。ぶっ刺さって勝ったのはファミコンレイ。じゃあこれはどうしようかな。さっき負けちゃったものの押しでやりますか。じゃあコロネさんと MS さんでやりますかね。じゃあ再びレイラオ、てかまあレイ2人ラオウ2人なんで同じ組み合わせか同キャラっていうね、あれしかないブロックになりましたけど、今日はトキいません。トキ、じゃトキがいません。誰が勝つか分かりません。トランプ MS さんの次がローネレイ。さあまず引っ掛けてこの画面発進、ずっと体育強い。ここは割り切った、暴れでまず仕切り直していってルイルイ攻めていく。ルイルイ溜まったが、さあジャンビバックジャンプ、ジャンビ暴れ中止。さあ今後もしっかりと反応して番人決め。さあジャンディブーニービーしかちょっと使わなかった、重ねをミスって詐欺になってないので、速攻はチョップが通った形。端まで持ってってヒット数も60付近でトラベに入る。ヒット数入る、このまだだいぶ残ってますので、まあ、これは無双もつけつつのゲージが結構余裕に回収できちゃうのかなという状況ですけども、つけられなかったけど、まあどっかの始まりでラオがつけたいが、つけさせる前に攻めで引かせてしまうのか。さあ投げ、これ強い。なんかラオこれ強いしか言ってないな、ごめんなさい。さあ橋はまだ余裕があるんで十分ラオ回れますと。もはやレイとかね、ギガとかマミヤ相手の裏サイ、表サイっていうのはみんなもうほぼほぼ安定しちゃってますねと。皆さんオープサイなんてほとんどね、ちょっと考えにくかったんですけど、トラでしっかりコンビニをも完走してかな。勝ったのはユニスラオ。じゃあ又吉ファミコンですよね。いつもは芯でやられちゃってますけど、レイならって思っていたファミコンレイだったが、なんか技が出なかったから中途半端な走ったところをしっかり着地させていく。まあ、強化ついてたから誘ったのかな、ちょっと誘ったって感じ。ここはミスった。めっくりは呼んでたっぽくて暴れていたけど、ちょっとさらに裏に行ったから。うわ、すげえゲージ回収。俺も悲しみを背負うことはできた。ビビビビやったってんの、もう半分ぐらいでいった。止まってたけど。アオラこそ回収はまああれですけど、この武装があればかなりのプレッシャーかけられるんじゃないでしょうか。さあそれを早速使って投げを匂わせると壊し、そして本命の投げ。ラオウは投げキャラ。さあ伏線で投げに弱すぎて逆のことをついての、作者はやっぱり投げる意識がいろんなところに分散させてのか、どうしますよ。
表もしっかり、連打さえもしっかり成功させて、あとはトラベイン、今日はよく、今日はもうすでに700、800発のラオウのコパン見てるんじゃないですか。先発ぐらい結構高かったな。まだ今どうしようかな。じゃあコロネレイでファミコンレイの同キャラにしようかな。レイ同キャラ、まあ、同キャラは経験と、経験と、まあ、知識差と、まあ、そうですね、この組み合わせだとちょっとコンボ力の差も出てくるのかなと思います。どっちがどっち、どっちがどっち、両方ノーマルちょっとあれたのか言ったのか。 1P がファミコンさんの、悪魔カラーがファミコンさんで、黒いカラーね、コロンさん、悪魔カラー、悪人カラー、間違えた。さあ、結果を残して、KO、まずはファミコンさんがこれでなんと経験1ラウンド取って、さあオーラは残ったんで、まあ、切り裂き用に残したかなと、残ってつながったかなという感じのこの3分2ですが、とこれは踏み込まなかった。さあ耐久はしっかり垂直でして、オーラ、ブースト両方どっちもたまって、ダブルできるじゃないですか。さあダブル勝利しっかり決めてった。これは新たな強豪レジ界誕生しちゃったのか。ジャンプキャンセルも効かないし、特殊もないキャラなので使いたくねえでいい感じなんですよ。一度この味を覚えてしまったらもうジャッキャラは使えない。ファミコンレイがダブル昇竜からしっかりと決めてって、勝ったのはファミコンレイ。はい、じゃあ MS ラオで又吉ラオで、これあれだね、 MS さん勝ったら2勝が3に並ぶんだね。又吉君勝ったらもうすんなりとストレートで押してます。さあ同キャラですので、しかもコンボ精度もお互い高いので何かあるか分かりませんが、まずは先手は又吉ラオウ、めくりからの首を匂わせてからの、さあこれが今捕まったんでちょっと動きたくなる場面ですけど、まあね、あれはオラオラ刺さってからのさらにブーストをここで跳ねて隙間を空けての壁コンフラマーはリザできるポイント。無双もついて、リュージも何かをミスった感じでした。そしてミスった代償は、まあ、ゲージはないし、無双もつけられませんでしたけど、さあラウンドは取ったってことだよね。ラウンド取ったのは何よりでかいので、まあ、お互い、お互い無双をつけるのを意識させて違う行動をしたんで、一戦は面白かった。さあ今度は、あーもう引っちゃったが打ち上げがまだできて、カテコンからスタートなんて打ち上げ一回できます。さあ今度はお返しに、逆にこれ完走していい感じに調整できれば、梅サラオがかなりゲージは有利に
再生ランナー真相ですけど、一回打ち上げたかな、あれか引っ越すとかあー、これだと回復とかだと思う。魔王のコンボはちょっと悪いんで、ごめんなさい。あー、お互いブーストちょっとあるのはまた吉良の方、お互い無双がないって再生ランナーって相当珍しいです。うわー、何それ、ドラゴンボールだ。あー、差し込んだのはまた吉良だったが、ここでちょっと目押しミスです。さあ、吉良のオーラがなくなった。また吉良もゲージ完全から空対空じゃねえ、取ってあとはミスらなければ、あ、ブーストもありますので足飛んだするまでね、比較的余裕のある運び方ができる。一つも稼げる。最後の目押しミスらなければ、さあトラベ入って、これはしっかりとブーストも溜まって、見えてフォローして、ブーストでフォローして、体力最後までかー削り切って MS ラオの勝利で、これは3人並んじゃった3人並んだから、そうね、どうしようか、どうしよう、まあ巴戦だよね、本数で、まあそうですね。じゃあ、またよしラオ、ファミコンレイ、MS ラオで巴戦やるんで、まあ、簡単に言えば、先に2連勝した方がってことかな。じゃあ、またよしラオ対ファミコンレイからいきましょうか。Decide the destiny. ここは。うわ、ジャンピ取って。目はかなりファミコンさん良くて反応もいいので、ソーキャラ使うとやっぱり。この日はジャンピしゃがみぐらい。ここからちょっと上手見にくいですけど、オーラ1個ありまして。多分押しミスりません。押しがミスらない日は強いと痛がる。あー、めくり見えにくい場所。そしてこのミスが、うわー、投げた。ここミスってしまった代償は即死。しかもさっきのね、ここミスるとね、このゲーム即死コンボとかミスるとね、大抵ゲージ絡んだってことが多いんで、またよしらお的にはかなり痛恨の無双なし、ブーストなしでの第2ラウンドを迎える形になってしまいますと。ちょっと体力、今はまだラオウが体力多いですけど、これ大丈夫です。さあ、100列にして体力まくりましたね、これね。さあ、逆転して第2ラウンド。無双つけたいだろってところで、あ、なんて言えばレイの強度が、ね、見えたか。交際ジャンプからしっかりここものにしていく。ここではまだ終わる。できるじゃないですか。さあ、コンボが全然できねえとの時代では嘆いていたけど、なんかダブルショルト1回ミスってなくねえか。さあ、あとはここのグレームまで疲れた状態入ったんで、もうここからは、まあ、落とした確率相当低いっすよね。ボタン壊れるかボタン押しミスるかぐらいしか、もう基本的にはまあこれは落ちないかなという感じの状況で、さあ、ワンチャンものにしてラウンド取って、そこからさらに対空から結構流れの中の対空だったんで、コンボもなかなかあったでしょうけど、しっかり決め切りましたね。素晴らしいですね。パソコンレイがまず取ってきた。で、
ファミコンレイ対じゃ MS ラオーで、これでファミコンさん勝ったらもう MS さんとファミコンさんっすね。そうですね、抜けば1人ですからね、4人リーグでも1位抜け決めなきゃいけないからあれですね。The time of retribution. Battle 1. Decide the destiny. さあ、グレーブの持続力というか、あの、ジャン、エンディの持続にグレーブが下がったから、これはさすがに突き晒しました。さあ、ここのワンチャンスは逃したくない MS ラオ。ファベコン指導でしたので、おぉ、ミスった。3めくり。裏サイにミスった後、マジで強い置き攻め状況なんですけど、さあ、ここはちょっと、なんやかんやあって、まだラウンドは終わっていない。ミサケからの、エンバに。さあ、第2ラウンド。これが上回ってないか。この俺も悲しみを背負うことができた。おお、なんかいるだろ。お互いちょっとドミーが。さあ、ガンビディ、ナチュラルなシンプルなガンビディが通って、ここミスった。真上、これはさすがにタイプの的。ちょっとブースト行動って動作が噛み合いましたけどね。さあ、早めの切り下げで、ラオ側にブースト点に貯めたくなかった。自分が点にがどうこうというよりはもうラオ側に貯めさせとくには貯めさせたくなかった。で、最速で切り下げと。さあ、最終ラウンド、どっちが制するんでしょうか。あっと、引率入る。さあ、ミスらなければですけど、まあ、ミスらなければ、まあ、ラオ共通なんですけどね。さあ、先ほどみたいに端までまた余裕がある状況で、ルーサイ刺してヒット数もしっかり溜まって、トラベ入って、ルーニエもミスらん。だいぶ、うわー、ミスって、どうなる。あるんだよな、まだこれ。かかと決めきった。さあ、MS さんが取って、じゃあ MS ラオで待てをしよう。これで MS さん勝ったらもう決まりなんですけど、又吉君勝っちゃうとね、またうーんって感じで、こうぐるぐるぐるって感じなんですけど、まあ、まあ、巴戦ってこういうもんだからしゃあない。まあ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 。The time of retribution. One, decide the destiny. まあ、そういうことならまあそれでいいですよ。ちょっと。俺の冒険いつまで終わらない。ドラムして、おお、最速暴れ。チョップを警戒させての最速暴れ、いいっすね。ラオウ感、ラオウ感あります。さあ、バニミミリ刺さる。足が長尾、もうちょっと警戒させて。さあ、上からダンディー、そしてサイ出ない。さあ、めくった、珍しい。さあ、又吉ラオで、又吉ラオでファミコンレイ。先に連勝したらっていうのが、まあ、巴戦ルールなんで、まあ、これ勝てばね、連勝するのが終わり。長いね。長いけど、いろんな試合見られるのはいいね。
さあスパッと、まあ、それだけ拮抗しているということでね、素晴らしいと思います。土曜のいい時間だけど、あんまちょっと北斗勢以外ちょっと人少ないよね今日ね。 The time of retribution. まあ、マジであの店内に北斗の音だけが響き渡るっていう感じなんですけど。さあどーっとザンビグレーブつなげた。おてて長尾からの体デカ尾が噛み合ってコンボがつながっている。連打祭、鬼門の連打祭、力のスピスって、カメバに完全ですが、ラウの連携としてはかなり強い。でブレイブ、さあブーストもめちゃくちゃあります。このラウの状況ですけど、一本を使ってとりあえず一旦攻めは終わりって感じで、もう一回勝間に戻る。わあ確認、素晴らしい。いい確認からしっかり移動をつなげて、あーなんかボタン出なかった。たまーにこのゲームちょっとたまーにあるよ。あーカップランさせて、これは裏回ります。で即死入る。さあファミコンレイ結構コンボ安定してますね今日は。少なくとも大会、この大会に限って言えば結構ワンチャンで倒しきってるイメージありますが、ごめんなさい余計なこと言うべきではなかった。さあデビューしとって、さあ勝ったのは私ら、これで2連勝だよね。はい、ということで抜けました、私らです。ありがとうございます。じゃなくて単純に2連勝、単純に2連勝。じゃあ B ブロックかな。マイケルジャギユスイマミヤシャボーケン、じゃあマイケルユスイでやります。はい、いろいろありましたね。というわけで、ジャギマミア、これね、あの東京の西の方に行くとよく見れる組み合わせなんですけど、これ格闘ゲームですね。ドゥショットガンにジャンディが噛み合って、画面端で固めるのはユスイマミア。マミアジャンプでおーっと組み立てて待っていましたと。ダンディも繋がらないカメファに、マイケルはちょっと一味違うのか。ラタンでビヨって弟にしっかり押し取ってバウンド取るのはマイケルジャギー。コーラがないのが気になるが、まあ、これはしょうがない。コーラを吐かないとバウンが取れない。さあ1ラウンド目同様がっつり攻めたのはユスイマミア。バウンドまで入ってしっかりやれば死んでしまいます。ユスイさんのさじ加減にもよりますが、基本的にはゲージあり状態で次のラウンドで、マミア側はですよみたいな。4 3 2 1 0 Time's up。 女だと思った甘く
最終ラウンド。マイケルもまあまあ冷静をもらえた感じ。しっかりガードして。デンジサ強い。腰を取って落下の引きで3つ取る。ガソリン置いて投げる。バニー。バンキンジーチヒット。勝ったのはマイケルダイル。では次、ゆすいさんとしゃぶおでお願いします。俺今日ゆすいさんに一回分かってない。はい、ケンマミヤです。ケンマミヤ、まあ、ケンガーがきついっていう感じなんですけど、僕はよくしよう。はい、山よ。逆に ND? アーマーも戻るともしない ND で、こっちも ND。 おー、これはうまいこと繋いだのはシャドウケン。北斗神拳の前には知ったるのみ。バニをガードして、これはまだ、さあここでチェック切れる。これまで MB で暴れ潰ししてるけど、まあまあ暴れませんよと。ヤンビー刺さってバニからバニが入ってゲージもあります。ゲージというかまあ虫あります。甘く見たわね。おっと、これは B ボタンが効かなかったよ。エンジン暴れ。それはな、まあまあ死なない、さすがに。あーっと、バニーはガーキャンも俺バニーでラウンド取ったのはシャボケン。オーラはないけど武装はついてます。ミネケン腰は取れてなかったけど、ジャンシー刺したって、これは腰は2までなる。さあこの戻りジャンシーが見えない。勝ったのはシャボケンです。北斗というわけで、マイケル・ジャギ対シャボケンで決定戦をします。開幕バックしてからハイジャンプで、あー苦戦をしたいマイケルなんだけど、作戦を狙うとワンコンボ。ゲームのワッシャー冒険ゲージできた。ここでジャンピー叩いて拾っちゃいます。前からマジでジャンプ上で4つ、ゲージも2本と理想的な一番の目はシャボケン。北斗神拳の前にはしっかりもん。無双剣だなーって演技を無双取られちゃったらもう無理。というわけで勝ったのはシャボケンです。北斗百裂剣。じゃあ1位抜けはシャボー対又吉ということで行きましょう。一発勝負、勝った方が優勝。
だ。The time of retribution. Battle 1. Decide the destiny. まあまあファーストコンタクトが大事な気がするんですが、うわ、つなげた。これはジャンディー一緒に取っちゃって、まあ右側はグレグーがなんかいろいろあったか、端だったんでちょっと離れたかな。さあゲージがないんで、無双もないんで、今のうちにどんどん攻めちまえと、強引に切り崩して、メーサーミスるが入るか、もうすでに1割未満。さあいろんなもう攻めの種類が豊富に攻めていく。さあ右からグレバーでしっかり攻めて倒しきり大事ですよね。さあ第2ラウンド、さあ動画はマムソつけて立ち回りをなんとか強化。よしはまだ1本までならみたいな感じ。さあ垂直ジャンピー、進撃。さあジャレまでいったが手だ取って、エンジンまでしっかり下げた。これはまださすがにいくことならない。ああちょっと暴れと上入れ防止も兼ねてます。さあちょっと怪しいゲームでこすりたくなったところですが、どうやら剣の方が有利だったんですかね。さあ当たってようが当たってまいが、そしてピオらせて押し奪ってブーストも確保。さあどっちがこれ有利とも言い難い。ああっていうかラオがまだ無双ないですね。つける前、ああミスった。投げはさあインセクラー釣られない。さあすぐ飛んでって上回って、なんか北斗っぽいコンボが見られまして、さあウィニングコンボ。よしミスラス、そしてトラブに入って最後の印刷ブーからのブーキャンコンボしながら熱かったな。さあミスラズ、さあこれはまた吉川が優勝です。おめでとうございます。いろいろありましたな。ということで今日の優勝はまた吉川になります。おめでとうございます。素晴らしい。